アンバスケイドはイギリス海軍の駆逐艦。同系艦はない。その名を持つ艦としては7隻目。第1次世界大戦終結後のイギリス海軍は、大戦中に膨れ上がった駆逐艦戦力を整理するため、老朽艦の退役処分を進めるとともに、戦時計画で建造に着手していた未成艦1 0隻の建造を継続していたことから、 しばらくの間、駆逐艦の建造は行われなかった。その後、1924から5年度で第一次世界大戦の戦訓や新しい技術を盛り込んだ新型駆逐艦のプロトタイプの建造が計画され、デニー社など5社の設計を比較検討した結果、ソーニクロフト社とヤーロー社に一席ずつが発注された。このうち、ヤーロー社が建造したのが本館である。 なお、ソーニクロフト社が建造したのがアマゾンであった。設計面ではソーニクロフト界 W 級をベースとして改正を加えたものとなっている。兵装などの艦上配置はアマゾンと同様であるが、同艦より若干小型である。環境はかなり大型であり、洋兵側からは軽巡洋艦に相当するほどの過剰な広さであると指摘されていた。また艦型も、 野戦には不適切なほどの大きさとして不評であった。爆露環境の前面には構成のブルワークが付されており、即虚技と新開発の射撃砲をイバンが装備された。ソーダスタンドは廃止してコンパスのみとなり、上部式書としての機能が付与された。環境構造物内部の区画配分は、ソーニクルフト海 W 級のものが踏襲されているが、 病室や専人歌視管室が追加された。また、選手楼甲板各々には、作戦室と電信室が設置されたが、これらは、高換性を考慮して、原則から離れた船体中央部に配された。全部管室前の2甲板上中央には、ジャイロ室を新設した。本館は、アマゾンよりも、機関出力は低く、計画速力も35ノットとされていた。 しかし本館では圧力 290LBF インに温度摂氏111.1度とより高圧、高温の蒸気を採用したこともあり、海上公味では37.16ノットを記録している。ボイラーは4動型ヤーロー式水管ボイラーを3機搭載したが、このうち1機は校内高校などに用いるための小型管であった。燃費をアマゾンと比べると、 25ノットまでは、同艦の方が優れ、それ以上では、本艦の方が優れていた。並走面では、おおむね相似クロフト海 W 級が踏襲されており、手法も同じ45口径12.0センチメートル方4問で、あるが上記の通り、本級では、遠距離射撃を考慮した、新型砲位版が搭載された。また、対空兵器は、3インチ方1問に変えて39。 合計 40mm 機銃2門が搭載された。水雷兵器としては53.3立方センチメートル連装魚雷発射艦2機が搭載された。第二次世界大戦中には魚雷発射艦3門を下ろす代わりに7.62センチメートル広角砲を増備した。また1943年から1944年にかけては護衛駆逐艦としての任務にあたり、 残りの魚雷発射管を撤去し、さらに、バラスト65ドンを搭載する代わりに、スキット対戦迫撃砲を装備した。最終的な装備は、4.7インチ砲2門、7.62センチメートル、広角砲1門、20ミリメートル機銃2門、魚雷発射管3門、爆雷70発であった。本艦は、1926年1月15日に、 ヤーローシップビルダーズで浸水し、1927年5月15日、竣航した。第二次世界大戦に従軍し、1946年にトゥルーンで解体された。ありがとうございます。